名古屋ドームからお伝えしてまいります。中日ドラゴンズ対阪神タイガースの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日はデーゲームなわけですが、小宮山さん自身はデーゲームの方がいい悪い、ナイトゲームの方がいい悪いというのはあったんですか？早起きが苦手だったもんですから、デーゲームよりかはナイトゲームの方が好きでした。そうですか。今日は朝が苦手な小宮山さんと共にお伝えしていきます。ドラゴンズ、ここでピッチャーが変わります。一打同点の場面でマウンドに上がったのは谷本。いや、非常にいい組み立てでしたね。まあ、ただ次のバッターが彼なんでね、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。そうですね。さあ気をつけていきたい大山がバッターボックスです。センターへ持っていった、大きな打球だ、入れば逆転、入りました、ホームラン。大山、これぞ4番の一振り、逆転ツーランホームラン。ドラゴンズ、この終盤痛恨の逆転アーチを許しました。ドラゴンズ逆転を許します。6対5になりました。この回1点ビハインドに変わります。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。小宮山さん、今日はピッチャーが崩れてしまったのがもう一番の敗因でしょうね。そうですね。もうこういう試合になるとどうしてもまあ後手後手に回りますんでね、まあ、仕方ないのかなという気がしますけど。そうかもしれませんね。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。